今日は秋元幸宏プロにバンカーショットを教えてもらいましょう。プロ、今これはどんなシチュエーションでしょうか？グリーンが、目の前で顎が高くて、でもピンが、すぐ近くのバンカーショットですね。アマチュアの方が一番苦手とする、10ヤードから15ヤードぐらいのバンカーショットを練習します。なるほど。目の前の顎が高くて、しかもピンがすぐ手前にある、ボールが、止めるのを意識するあまりショートして出ない、もしくは、目の前の顎を意識するあまりオーバーして奥の、反対側に出てしまう。はい、そんなシチュエーションです。ピンまで上りのバージョンですね。これが上りバージョンです。はい、今イメージした点はどこですか？イメージした点はですね、ボール2個分手前をダフるってことを意識しました。ほう。それは理由はバックスピンを絶対入れたくないからですね。なるほど。実際にスピンをかからないで落ちるところに落ちたら前に転がっていくっていうのを意識しました。最大のポイントですね。上りのバンカーはボール2個分後ろに入れる、はい、それによってスピンをかけずに、傾斜があるのでかけずにボールが止まってくれるっていうのを目指す、はい、ありがとうございました。